よ。はい、じゃあクラブハウスに入ってきたんで帽子は取りましょう。でトイレ、まず手洗いたいですよね。泥だらけになってると思うので手洗いたいんですけども、洗うときにこういうタオルがゴルフ場設置されてるんですね。タオル持って洗面台に行きます。でですね、こうやって見ていただくと分かるんですけれども、ちょっと水がこう滴っちゃってるところがあるんですよね。で、まあ、自分がこう手洗って洗いましょう。手を洗うとこうやって水が飛んでしまうんですよ ね。こうやって水が結構飛び散っちゃいます。なのでこのタオルを使って自分の手を拭いて、その後きれいに手拭いたら洗面台周りもしっかりこう拭いてあげることでエゴルファーに慣れちゃいます。これやるとやらないだけで全然違いますからね、皆さん。そういうマナー大切ですから、皆さんやってあげましょうね。